腰椎椎間板、ヘルニア椎間板ヘルニアは、ヘルニアの一種であり、椎間板の一部が正常の椎間区を超えて突出した状態である。椎体と椎体の間には、人体最大の無血管領域と呼ばれる、椎間板が存在している。椎間板は中央に、ゼラチン状の髄核、周囲にはコラーゲンを豊富に含む、繊維輪からなる。この髄核や、 繊維林の一部などが突出した状態が椎間板、ヘルニアである。マクナブによる分類が有名である。多くの動物は脊椎を重力に垂直にして生活しているのに対し、人間は二足歩行であるために、脊椎は重力と平行方向となる。このため、立位では椎間板には多くの負荷がかかる。椎間板ヘルニアは海洋椎が最多で、次に、 海形椎に多く、胸椎には少ない。胸椎に少ないのは、胸郭により、椎体間の可動性が、頸椎や腰椎に比べ少ないことによる。また、神経根走行の関係から、海腰椎では、上位腰椎に比べ、神経根症状を起こしやすく、発見されやすい面もあるかもしれない。高齢になると、海形椎での可動性が減少し、ヘルニアが起こりにくくなり、 比較的上位の頸椎病変をきたしやすくなる。すなわち、椎間板ヘルニアは、よく動く脊椎の部分で起こりやすいのである。腰椎椎間板ヘルニアの場合、症状は、片側の肢痛が多いが、巨大または中程度であっても真後ろへ突出したヘルニアの場合、両側で症状が出現する。肢痛は、当該椎間板ヘルニアによる、神経根圧迫により生じる。 教科書的には、L4、5では、L5 症状が出る。腰痛のほか、下肢の頭痛、痺れ、場合によっては大きなむくみまで見られ、足が上げられないくらいに重くなる、動かせないなどの自覚症状に加え、障害された神経の支配領域に感覚障害を呈したり、運動神経の麻痺による筋力低下をきたすことがある。さらに、小村返りなどの痙攣も誘発しやすくなる。 まれに、排尿障害を呈する。巨大ヘルニアの場合、ス症状が出現することがあり、脊柱管狭窄症の巣神経型と類似した症状を呈する。有名な症状は、間欠性破行であり、神経根周囲の血流障害により生じることが知られている。上位腰椎椎間板ヘルニアの場合、腰痛や股関節痛を訴えることもある。それ以外の場合、 腰痛は訴えないのが典型的である。若年性椎間板ヘルニアは、椎間板内圧が高く、高齢者に比べ、強い症状を呈しやすい。また、下肢居上時の腰椎股関節伸展拘縮に代表されるように、反応が強く出やすい。鑑別診断として一課が挙げられる。椎間板ヘルニアとほぼ同様の症状を示す。他の病気として、脊髄腫瘍がある。 症例は少なく、MRI や CT による診察以外では、ほぼ発見できないものであるが、患者の訴える症状の重篤さの割に、レントゲン画像が正常である場合、考慮する必要がある。羅生具長考のテスト椎間板ヘルニアの MRI、画像は赤丸部分が圧迫された神経根、椎間板ヘルニアの MRI 画像に、赤丸内が圧迫された神経根及び、 水分含有量が不足し炎症を起こして髪型へ大きく突出した椎間板椎間板ヘルニアの MRI 画像に2乗の画像の高濃度版ほとんどの場合、脊椎椎間板ヘルニアは手術を必要としない。脊椎椎間板ヘルニアが原因と考えられる座骨神経痛に関する研究では12週間後73%の人々が 手術なしで妥当で大幅な改善を示したことが分かっている。しかしながら、この研究では、座骨神経痛の患者のうち、追患板ヘルニアに起因する個人の数は特定されていない。初期治療は、通常、ヒステロイド性抗炎症薬であるが、持続性の腰痛を持つ人々に対する遠征度の長期使用は、心血関係及び胃腸系に対しての有害性の、 可能性があるため難しい。無症状の椎間板ヘルニアが知られているように、椎間板ヘルニアは、その症状によって治療法が決まるのであり、存在していることが治療の対象にはならない。椎間板ヘルニアの治療は、原則的には保存療法である。これには、鎮痛剤、運動療法や牽引、温熱療法などのリハビリテーションが含まれる。さらに、 神経ブロック療法が適応となることがある。リハビリテーションで行う運動療法には、マッケンジー法と呼ばれる腰を反らす、腰痛体操や股関節周りの筋肉のストレッチを行う。2014年1月30日、腰痛椎間板ヘルニア治療薬として、初となる薬、ヘルニコアが厚生労働省に製造販売承認申請された。この新薬は、 追間板を分解する酵素を追間板内に注射することで突出した追間板を分解、縮小させる効果があるため、今後の薬物による追間板ヘルニア治療が期待される。また、この薬は国内初となる追間板内に直接注射する治療剤であり、全身麻酔の必要もなく、手術療法と比較して体への負担が小さいという特徴がある。 国内においては2018年3月23日に製造販売承認を取得し2018年8月1日に発売された。保存療法で走行しない場合、手術が考慮される。手術適用は学会内においても確立されていないが、一般に排尿障害が絶対手術適応とされている。さらに筋力低下。 激しい痛みを伴う場合などに手術が考慮される。また、強い症状がなくとも3ヶ月以上症状が持続する場合は適応とされることが多い。手術法はいくつかあるが、古典的かつ現在も主流なのはラブ法である。さらに内視鏡や顕微鏡もあるが、基本は椎間板ヘルニアを摘出する方法で社会保険が適用される。加えて、レーザー治療や、 経費的追間板ヘルニア適出法、経費的な意思強化追間板ヘルニア適出法、2003年に、デサワ・アキラが日本に紹介した、経費的な意思強要追追感板ヘルニア、適出術で、社会復帰ができること、ヘルニアの再発防止にもつながるとして、学術的にも注目を集めている。新習性が低く、日帰りから一泊入院で手術も可能であるが、 有効率が低く適用が限られるばかりか、社会保険適用除外で高額な医療費を自己負担せざるを得ず、さらに手術の効能、また局所麻酔につき痛覚などの個人差も極めて大きく、手術中にほとんど痛みを感じない上で手術直後に症状が改善される患者もいれば、手術中に苦痛を覚えながらも術後半年以上経過して、 ようやく症状が改善される患者もいる。手術例の5%から10%の割合で再発するとされている。再発例の改善率は一般に初回例より劣る。治療は日本では整形外科医を中心とした脊椎外科医によって行われているが脳神経外科でも行っている施設もある。関連した学会で脊椎脊椎学会があり、近年、 脊椎外科指導医の認定を行っており、ウェブサイト上で公表されているが、自己申告による認定制度であるので、そのあたりを加味しておく必要がある。日本整形外科学会認定医は、専門医試験に合格して、整形外科専門医の資格を取得した上で、さらに、日成会認定脊椎脊髄病医としての資格を取得した後、実技試験を受けて、 脊椎内視強化手術、技術認定医脊椎脊髄病医の資格を取得する。学会で認定した脊椎内視強化手術、技術認定医の名簿を公表している。犬においては軟骨栄養性犬種に発生が多いが、すべての犬種で発生しうる。椎間板変性様式によりハンセニー型及びハンセニー型に分類される。椎間板ヘルニアは、 遺伝的な影響が大きいと言われており、シルプと呼ばれる、タンパク質が変異し、軟骨の成長を妨げることが、発症要因の一つとされる。最新の研究では、腰椎椎間板ヘルニアの発症原因の一つとして、遺伝的要素が関わっていることを、理科学研究所らの研究グループが突き止めた。日常生活において、例えば鏡む時には腰を落とすとか、背中を丸めないとか、 腰に負担をかけないような動作、姿勢に注意することだが、発症し経験したものでないと、その注意の程度は理解できないであろう。また運動、風呂等で血行を良くして、腰を温める、冷やさないこと、腰周りの筋肉強化に取り組むのが良い。ありがとうございます。